はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の分数関数の決定についてお送りします。で、今回は1問のみです。この問題だけやりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、ちょっと厳しいと思う方は今から自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1問だけだからね、どんだけ場所使うんだろうって感じがするかもしれないんですけど、これめっちゃ簡単です、やり方知ってると。なんでサクッとやっちゃいましょう。で、今回はまずこうやって、まあ、グラフが変な形で設定されてます。 x プラス c 分の ax プラス b と今回なってるんですけど、情報としてこいつがまず21通ります。で、もう一個は全近線が指定されてます。じゃあ、その時に ABC の値求めなさいよっていう問題。で、やり方何通りかあるんですけど、基本的にはまずこの全近線。ここですね。これを使って式を作っていきます。ちょっとこっち無視です、最初は。で、全近線が分かっているので、y イコール x イコール3が全近線だったら、ここの分母、x マイナス3になりますよね。ただ、ここの数字がわからないので、これちょっと文字を使っておきます。今回 k 使いますけど、まあこれは任せます。k ね。で、y イコールマイナス2も全近線なので、ここがマイナス2になる。つまり、全近線の情報を使うと、こうやって式を置くことができます。いいかな？で、今こいつの話をしてますけど、当然これを使った式なので、こいつも2の1を通ります。だから、こいつがね、2を1を通るので、x のとこに2、y のとこに1を代入できると。そうすると、1イコール、ここが2マイナス3になるので、マイナス k になります。マイナス k、マイナス2と。で、これ解くと、k イコール、マイナス3か。ここに出てきます。で、k が出たことによって、この k にマイナス3を戻してあげれば、y イコール、x マイナス3分の、ちょっとあえて、分子全部乗っけますね、マイナス3。こういう風に式がなりましたと。で、こいつと、元々のこいつは当然同じです。同じ話を今してるので。だから、最後これに、持ってこれに繋げたいのね、こいつを。だから、この形を変形して、こいつに寄せていきます。じゃあ、どう寄せるかっていうと、これはもう通分しちゃうと楽です。で、まあ、しっかりやるんだったらね、こっちの部分を、まあ、x マイナス3をね、分母につけて、こういう風に通分しちゃってください。で、これをくっつければ、よいしょ。で、ここがマイナス、分配するとね、マイナス 2x。で、まあ、プラス6になるから、プラス3か。全部計算するとこうなります。で、これでも終わりです。で、どう終わるかっていうと、今、この式っていうのは、A、B、C っていっぱいね、まあ、定数とか求めたいものを使ってるんですが、この左下のここだけ、何もくっついてない、X ってなってます。で、今ここも左下が x でちゃんと同じになってるので、あとは例えば ax のところはマイナス 2x ですよね。だから答えとして a はマイナス2ってわかるし、 b のところはプラス3になってるから b は3ってわかる。で、 c のところはマイナス3になってるから c イコールマイナス3と入って、まあそんな気はした。ごめんよ、縦に書こうか。なので、a イコールマイナス2、b イコール3の c イコールマイナス3と、こうなって答え終了となります。やってることは全近線からまあスタートして式を作りますと、まあ k 使いましたけどね。で、その k を求めるために2、1通るっていうのを代入して k を求めます。そうすると式が完成すると。じゃあ、式を変形してこいつに寄せる。で、まあ左下。大体ね、一箇所こうやって使ってない、ABC とか使ってないとこがあるので、そこを合わせて、じゃあ答え書こうぜ、みたいな感じでやってください。で、さっき左下、これちょっとおまけね。左下を合わせるって言いましたけど、もし、
このスタートが、Y イコール、例えば左下がね、まあ、こんな感じでさ、ちょっと数字がくっついてると。こんな感じで。なった場合は、左下のその部分合わせなきゃいけないので、こっから全体に2をかけます。2。そうすると、下が、あ、いけるね。2x-6 ですよね。で、これ結構やりがちなミスなんですけど、分母だけに2をかけるみたいなことをやってしまうんですが、これ絶対全体に2をかけてください。そうしないと戻らないんでね、この式に。で、2をかけるとこうなります。これ全部に2をかけただけです。そうすれば、左下の部分が 2x と一致するので、a イコール -4、b イコール6、c イコール -6 みたいな感じで解いてください。まあ、やる順序は同じなので、最後にね、ちょっと一手間というか、入りますが、まあ、これだけで済みますので、もしね、ここがちょっと変形された時は、そういう風にやってみてください。では、今回はね、この問題をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もうね、個人的な最近の課題なんですけど、この板書で問題解くじゃないですか。かなりね、右に下がるんですよ。右下がりになっててね。ちょっとこの辺ね、頑張って練習していきます。はい。これ俺の課題ね。はい、ということで。じゃあ、次回またね、違う別の動画で会いましょう。お疲れ様でした。